こんばんはです。いやー、もう今夜中の3時なんですが、ちょっと今日はね、飲みに行ってしまいました。まあとりあえずですね、今日は中古市ということで、まあ、初日を終えてといういつもね撮ってるんですよね。そこら辺でちょっと動画の撮影をしてみたいと思います。まず中古市、これね、金曜日はもう終わったんですね。消しちゃいましょうか。で、もうね、このあと7時間後オープンですね。土曜日は10時から10時までやってます。そして日曜日はね、10時から7時までやってますね。こんな感じでやっております。毎月ね1回やってるんですよね、金土日と。さて、まずマック酒井さんのレビュー商品見てみましょう。いくらか売れましたね。まあ、残ってるのはね、こんな感じになってます。お、ウィテックのまだ残ってますね。はい。で、トンプソン。お、バレットのスナイパーウルフ。じゃあね、9ミリ機関銃か。で、これはね、新品なんですね。で、今回ちょっと特価にしております。何本か売れたのかな。こんなのもありますんでね。で、HK45 タクティカル。これもね、店でも売ってるんですけどね、11,800円で売ってますんで、よかったらどうぞと。で、デトニクスね、発売になったんですね。で、こうやって、グリップなんか並んでますね。これまあ普通の、いわゆる新品というものだと思いますが、ピースコンバット最新号。こんなのもありますね。じゃーんと小物が並んでおります。ヘルメット、ゴーグル、そしてここら辺はなんだろう、ジャンク品。おお、すげえな。なかなかすごいのがありますね。ジャンク品が JAC のマガジン、懐かしいけど、これ実際は微妙な商品になってしまったんですよね。懐かしいですね。ここのリップがね、よく割れたんですよね。エキスポート。エクスポートか。こんな感じで出てますね。して、カナダ軍のバッグ。バッグ。そして、ここが小物。ですね、いつものような感じでいろんなものが並んでおります。これ動画でね撮っても、これ多分値段映んないんでしょうね。いやー、最近はね老眼が進んでしまって、もうこの頃びっくりするのが、あの黒猫ヤマトの宅急便の伝票を書くのも一苦労っていう、読むのも大変だけど、ちっちゃい字書くのも大変というね。これ帽子ですね。帽子関係。そしてバックバック、アリスバック。バックですね。はい、こんな感じで袋も並んでますね。とりあえずこのままずっといっちゃおうかな。じゃーん、チャラッチャ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 ーン、なのが出ております。そしてここの小物行ってみようかな。はい、ここはBDU ってやつですか。ちょっとだけ出てますね。そしてね、自衛隊迷彩のキャリーベスト、ボディーアーマー。これね、前も言ったけど懐かしいですね、これね。
感じで並んでおります。ずんと、はい、さてといったね、ところなんですがね、そうですね、まあ特にあとはないかな。まあ中古市、まあね、まあ中古市って名前になっちゃうんですけど、どうしてもね、なかなかね、これ店に出しきれないものをね、ちょっと卸して毎月売ってる感じなんでね、まあそんなに中古市っていうほど商品もなかったりもするんですけど、まあたまにはこういうのもいいかなっていう、ところで、店に来たついでに、見ていっていただけたらなと思っております。さて、もう一回繰り返しておきましょうか。明日はね、こういう感じになってますね。さあ、明日ダービーですよ。ダービーじゃねえ、明日じゃねえ、明後日か。はあ、大体決まったんですけどね。ダービーもあんまりいい思い出ないんだよな。つうか、競馬自体あんまりいい思い出ないですしね。ま、そんな感じになってます。そんでね、ここね、毎週、中古市なんですけど、今週は。基本的にはここでいつもシューティングのイベントやったりね、自分動画撮ってる時もそうなんですけど、ここで撮ってたりするんですけど、今日、土曜日、日曜日、実はアンリミテッドっていうね、シューティングマッチがあるんですね。で、それが終わったらですね、ちょっと毎週火曜日、木曜日、スピードシューティングの練習会にさせてもらったんですが、6月までは、木曜日だけスピードシューティング。で、火曜日も APS カップの練習会にしますんで、基本的には月、火、水、金という感じで、APS カップの練習会をやることになります。金曜日ね、ちょっとね、たまにお休みさせてもらう感じで、早速、今度の金曜日かな。来週の金曜日はね、ちょっとここ、取材で使われるということで、ちょっとね、お休みさせてもらいますね。いやー、しかしびっくりしたのがですね、ちょっと赤羽のスナック行ってたんですけど、お客さんから声かけられちゃいましたよ。店の人間同行じゃなくて、動画に出てる人ですねって言われちゃってね、びっくりしましたね。いやー、恐ろしい。本当もうエロ本買えないですね、これね。まあそんな感じで、なっております。ね、まあ中古市ね、もう一回映しておきましょう。時間はこんな感じでやっておりますね、この会場ね。今、草会のレビュー品は、こんな感じになっております。残りね。はい、ということで、ここら辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。明日晴れるといいですね。